皆さんおはようございます。おはようございます。ご着席になります。ただいまより本日の会議を開きます。この際ご報告いたします。市長より地方自治法第243条の3第2項の規定により平成25年度辰野市三津町観光開発株式会社の決算報告書1件が提出されており、その写しをお手元に配布いたしておりますのでご静覧願います。次に本日の出席議員数及び地方自治法第121条の規定により説明のため出席を求めた者の職指名につきまして事務局長より報告いたさせます。メインによりご報告申し上げます。まず本日の出席議員数についてでありますが、本日ただいまの出席議員数は24名全員であります。次に地方自治法第121条の規定により説明のため出席を求めた者の職指名についてでありますが、お手元に配布いたしております名簿の通りでありますのでご静覧願います。以上でございます。以上で報告を終わります。次に今期定例会の会議録署名議員については、9月5日の定例会第1日に12番井上仁志議員、13番岸野文信議員を指名としておりますので両議員よろしくお願いいたします。次は日程第1議案第49号辰野市税条例の一部を改正する条例制定についてから、議案第58号平成25年度辰野市介護保険事業特別会計補正予算第1号までの10件を一括議題といたします。これより各常任委員会の審査の経過並びに結果等について各常任委員長の報告を求めます。はじめに総務文教常任委員長の報告を求めます。松井茂樹総務文教常任委員長。失礼します。ただいま議題となっております10件のうち、総務文教常任委員会に付託になりました議案第49号、議案第50号、議案第55号中付託関係部分および議案第56号の4件につきまして、総務文教常任委員長委員会を代表して付託経過並びに審査の結果および経過などをご報告申し上げます。まず付託経過については、去る9月5日の今期定例会第1日の本会議において、当委員会に付託されたものであります。次に、審査の結果を申し上げます。当委員会は、これらの付託議案審査のため、去る9月10日午前10時から議会第1委員会室におきまして委員会を開催し、教育長をはじめ関係部課長の出席を求め、慎重に審査を行いました。その結果、当委員会に付託されました議案4件について全員異議なく原案の通り可決すべきものと決しました。ここで審査中に委員会が出されました質疑意見などのうち主なものについて要約してご報告申し上げます。はじめに議案第55号平成25年度辰野市一般会計補正予算第2号中付託関係部分について申し上げます。学校教育課所管部について委員から理科教育など設備事業について教材備品の詳細と購入先を教えていただきたいとの質疑があり、当局からは昨年までの主な備品、購入備品としては、顕微鏡、電子天秤、人体模型、岩石標本などを購入している。また、購入先については、備品の特性に合わせ、市内にとどまらず、市外の業者からも見積もりを徴収しているとの答弁でありました。また、これに対して、委員から何社からの見積もりを徴収しているのかとの質疑があり、当局からは、昨年度については、小・中学校ともに7社から見積もりを取り、落札に至った業者は、小・中学校それぞれ4社であったとの答弁でありました。社会教育課所管部について委員から、公民館整備事業について取り替えようとしている密公民館の空調設備は、これまで何年間使用していたのであるか、
また新しい空調設備の耐用年数を何年ぐらいに見込んでいるのかとの質疑があり、当局からは水公民館が建設された際に据え付けられたもので30年を経過している、新しい空調設備の耐用年数については減価償却年数はともかく15年以上の耐用年数を見込んでいるとの答弁でありました。次に議案第56号、平成25年度辰野市土地取得造成事業特別会計補正予算第1号について申し上げます。委員から土地開発基金で所有する水町イカリ岩の土地は寄付されたものなのかとの質疑があり、当局からは寄付されたものではなく旧水町が購入したものであるとの答弁でありました。その他の議案につきましては特に質疑などはありませんでした。以上、当委員会の審査経過および主な質疑などを要約してご報告申し上げました。議員に閣議におかれましては当委員会の審査結果にご賛同賜れますようお願い申し上げまして、総務文教常任委員長の報告を終わります。総務文教常任委員長の報告は終わりました。これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がございませんので次に生活福祉常任委員長の報告を求めます。山本修造生活福祉常任委員長。ただいま議題となっております10件のうち生活福祉常任委員会に付託になりました議案第51号、議案第55号中付託関係部分、議案第57号および議案第58号の4件につきまして生活福祉常任委員会を代表して付託経過並びに審査の結果および経過等をご報告申し上げます。まず付託経過につきましては先ほどの総務文教常任委員長の報告と同様でありますので省略させていただきます。次に審査の結果でありますが、当委員会はこれらの付託議案審査のため去る9月11日午前10時から議会第一委員会室におきまして委員会を開催し、副市長をはじめ関係部課長の出席を求め慎重に審査を行いました。その結果当委員会に付託されました議案4件は全員異議なく原案の通り可決すべきものと決しました。次に審査中に委員から出されました質疑、意見等のうち主なものについて要約してご報告申し上げます。はじめに議案第51号、辰野市介護保険条例及び辰野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、委員から税制改正に伴い地方税の一部を改正する法律が施行され、延滞金の利率の見直しとの説明であるが、延滞金はどれぐらい徴収しているのかとの質疑あり、当局からは 年金額が18万円以上の方は年金から天引きで介護保険料を納めているため滞納は生じていないが、年金額が18万円未満の方は保険料を個人的に納めることになっているためいくらか滞納が生じている、督促をする場合保険料自体を納めてもらうのが精一杯で延滞金まで徴収していないのが現状であるとの答弁でありました。これに対して委員から行政による滞納者への対応が善良な保険料納付者の納付意欲を失わせないような行政運営に取り組んでもらいたいとの意見がありました。次に議案第56号、平成25年度辰野市一般会計補正予算第2号中付託関係部分についてでありますが、後年福祉課所管分で委員から認知症ケアモデル事業について兵庫県下で2自治体という説明であるが、本市が選ばれたのはどういう理由なのか、また事業の内容についてはどのようなものなのかとの質疑があり、当局からは以前から認知症についてはいろいろと事業を展開している実績もあり、県からぜひ辰野市でということで受けた、事業内容は市の職員がコーディネーターとなり専門医と作業療法士等で一つのチームを作り、県立の西播磨認知症疾患医療センターと共同で認知症の相談受理から支援の終了まで
を一貫して支援を行う事例を作っていく事業であるとの答弁でありました。また委員から次年度以降はどのような予算になるのかとの質疑があり、当局からは当事業は単年度事業ではあるが今回の事例収集の結果を県下の各市町村に普及していくため来年度以降はこの事業を受けて国・県の補助金のメニューが出てくると考えるとの答弁でありました。その他の議案につきましては特に質疑はありませんでした。以上で当委員会の審査経過及び主な質疑等を要約してご報告申し上げましたが、議員各におかれましては当委員会の審査結果にご賛同賜りますようお願いを申し上げまして生活福祉常任委員長の報告を終わります。生活福祉常任委員長の報告は終わりました。これより生活福祉常任委員長報告に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がございませんので次に経済建設常任委員長の報告を求めます。楠木昭弘経済建設常任委員長。失礼いたします。ただいま議題となっております10件のうち経済建設常任委員会に付託になりました議案第52号から議案第55号中付託関係部分までの4件につきまして経済建設常任委員会を代表して付託経過並びに審査の結果及び経過等をご報告申し上げます。まず付託経過につきましては先ほどの総務文教常任委員長の報告と同様でありますので省略させていただきます。次に審査の結果でありますが当委員会はこれらの付託議案審査のため去る9月12日午前10時から議会第一委員会室におきまして委員会を開催し市長をはじめ関係部課長の出席を求め慎重に審査を行いました。その結果当委員会に付託されました議案4件は全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。次に審査中の委員から出されました質疑意見等のうち主なものについて要約してご報告申し上げます。はじめに議案第52号、辰野市下水道事業受益者負担金徴収条例の一部を改正する条例制定についてでありますが委員から延滞金について実際に徴収した実績はあるのかとの質疑があり当局からは競売の強制緩和手続きが実施され交付要求を行った際の平成20年度と平成22年度の2回延滞金を徴収したことがあるとの答弁でありました。次に第53号、新たに生じた土地の確認についてでありますが委員から埋め立てした土地の所有権は誰になるのか、との質疑があり当局からは土地の所有者は事業主の兵庫県であるとの答弁でありました。また委員からは埋め立て地の利用方法については地元とどのように調整しているのかとの質疑があり当局からは漁港施設用地として埋め立てており土地の利用方法については現在兵庫県と漁協が検討を進めているとの答弁でありました。次に議案第55号、平成25年度辰野市一般会計予算括弧第2号中付託関係部分についてでありますが農林水産課所管分について委員から地域経済循環創造事業で肥料化された醤油粕を農家が購入する場合の補助制度はないのかとの質疑があり当局からは醤油会社が醤油のブランド化を進める中で高品質な大豆や小麦の生産を目的に醤油粕肥料の使用を推奨しており委託事業として醤油会社が農家から全生産物を買い上げることになっていることから市としては補助制度を設けていないとの答弁でありました。次に商工観光課所管分について委員から新規高卒者のふるさと雇用奨励事業補助金について当初予算で30人の対象者を見込んでいたものを事業開始後
約半年で増額補正により50人に増やすということは、そもそも当初予算の計上に誤りがあったのかとの質疑があり、当局からは昨年度から始めた事業であり、昨年度の実績を参考に当初予算を計上していたが、その後の企業などへの調査により昨年度の実績を大きく上回ることが分かったため、増額補正により対応するものであるとの答弁でありました。これに対し委員から、過去1年の実績しかないのは分かるが、当初予算を組む事業計画の段階で対象者の把握方法に問題はなかったのか、今後さらに検証してほしいとの意見が出されました。その他の議案につきましては特に質疑はありませんでした。以上で当委員会の審査経過および主な質疑等を要約してご報告申し上げましたが、議員閣議におかれましては当委員会の審査結果にご賛同賜りますようお願い申し上げます。さて、この機会に付託議案の審査以外の当委員会の活動について少し報告させていただきます。付託議案審査終了後において所管事務調査を実施し、国民宿舎抜本改革委員会における提言について理事者から説明を受け、所管委員会として提言書の内容を確認しました。また引き続いて佐用町への考え行政視察を実施し、佐用町水根集落における限界集落に対応した地盤事業について現地調査をいたしました。以上で経済建設常任委員長の報告を終わります。経済建設常任委員長の報告は終わりました。これより経済建設常任委員長報告に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がございませんので質疑を終結して、これより討論に入りますが、ご発言通告がございませんので討論なしと認めます。これより評決に入ります。都合により分割して採決いたします。お分かりいたします。上程中の議案第49号および議案第50号の2件は、総務文教常任委員長の報告のとおり原案可決することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって上程中の議案第49号および議案第50号の2件は、総務文教常任委員長の報告のとおり原案可決されました。次にお分かりいたします。上程中の議案第51号は、生活福祉常任委員長の報告のとおり原案可決することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって上程中の議案第51号は、生活福祉常任委員長の報告のとおり原案可決されました。次にお分かりいたします。上程中の議案第52号はから議案第54号までの3件は、経済建設常任委員長の報告のとおり原案可決することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって上程中の議案第52号から議案第54号までの3件は、経済建設常任委員長の報告のとおり原案可決されました。次にお分かりいたします。上程中の議案第55号は、各常任委員長の報告のとおり原案可決することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第55号は、各常任委員長の報告のとおり原案可決されました。次にお分かりいたします。上程中の議案第56号は、総務文教常任委員長の報告のとおり原案可決することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第56号は、総務文教常任委員長の報告のとおり原案可決されました。次にお分かりいたします。上程中の議案第57号および議案第58号の2件は、生活福祉常任委員長の報告のとおり原案可決することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって上程中の議案第57号および議案第58号の2件は、生活福祉常任委員長の報告のとおり原案可決されました。ただいま10番小寺昭夫議員ほか14名の議員から、議員提出第2号
辰野市議会議員定数条例の一部を改正する条例制定についてが提出されました。この際お分かりいたします。本件を本日の日程に追加し直ちに議題といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議員提出第1号を議題といたします。これより上程議案に対する説明を求めます。10番小寺昭夫議員。ただいま議題となりました議員提出第2号辰野市議会議員定数条例の一部を改正する条例制定について、賛成議員を代表いたしまして、提案の理由及びその内容についてご説明を申し上げます。本市議会の議員定数につきましては、議員国語書のとおり、平成17年10月の合併時が在任特例の適用により63人、そして在任特例期間終了後の平成18年4月の一般選挙から28人となりました。そして4年後の平成22年4月の一般選挙から議員定数を4人減の24人となり、現在に至っており、結果的に合併以来議会議員選挙のたびに議員定数を削減してまいりました。一方、本年6月定例会において制定いたしました辰野市議会議員議会基本条例の制定により、本市議会における議会運営議会活動の根源的指針が条例の形で明文化されました。今回の議員定数の改正につきましても、議会基本条例中議員定数改正にあたっての指針として、市政の現状と課題、将来予測及び展望を十分考慮し、類似自治体の議員定数と比較検討する旨が明記されていることから、議会改革調査特別委員会で調査研究を行い、市政の現状と課題、将来予測及び展望については現状として厳しい行財政運営ではありますが、財政状況では平成23年度決算において神戸市を除く県下28市中財政力指数は17位であり、合併後7年を経過して大型プロジェクトもほぼ完了し、現段階では健全な財政運営であると考えられます。また今後一層少子高齢化が進展する一方で人口減少が懸念されますが、過剰な投資を行わず計画的な行財政運営により健全財政が維持できると考えます。次に類似自治体との比較では、平成24年12月現在の全国市議会議長会の調査資料によると、人口段階別の議員定数、合併特例法を適用していない804市の5万人から10万人未満の270市の議員定数の1市平均が 22.4 人となっており、人口7万人で 22.2 人、人口8万人で 24.1 人となっております。また県下の本市より人口規模が少し大きいんですが、類似自治体といえる芦屋市が22人、三木市が16人、高崎市が22人、三田市が22人となっており、近隣市においても多くの市が定数2から3人の減員をしている現状であります。以上のことから現況としては、決算状況等からは比較的順調な市政運営がなされており、
特に大きな問題はないと思われます。しかし、今後一層、超少子高齢社会の進行が、人口減少に伴う生産人口の減少、税収減、福祉予算の増大と厳しい状況を確実に予見される点、また現在の類似自治体議員定数の状況から総合的に判断するとともに、行財政改革の一翼を担う市議会自らが議会議員の適正化に向かい、議会規模の適正化に向かい合い、一層の減量化を図ることにより、議会の活性化と効率的な議会運営を望む市民の期待と信託に応えていくため、議員定数を現在の24人から2人減らした22人とする提案を行うものであります。なお、今回の議員定数削減の提案に至るまでには、議会改革調査特別委員会、議会運営委員会及び全員協議会での協議を重ねましたが、現状維持の意見、定数を20人、16人とする意見があり、今回多数を占めた定数22人を議員提案とする、提出するものであります。不足につきましては、施行日を次の一般選挙からとしております。以上で提案流の説明を終わりますが、議員各位におかれましては、改正の趣旨をご理解いただき、ご賛同を賜りますようお願いを申し上げます。10番小寺昭雄議員の説明は終わりました。本件についてはあらかじめご協議願ったことでもありますので、質疑を省略し、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本件は質疑委員会付託の議事を省略することに決しました。これより討論に入ります。まず原案に反対の方の発言を許します。ご発言ありませんか。15番堀譲議員。失礼します。議員提出第2号辰野市議会議員定数条例の一部を改正する条例制定の議員定数の削減について反対の立場で討論をいたします。1999年の地方自治法の改正で地方議員の議員定数の上限をこれまでの法定数から大幅に減少させました。この改正は2003年の一斉地方選挙から施行されました。こうした議員定数削減の背景には、国が地方自治体に持ち込んできた住民犠牲の地方行革、自治体リストラの流れにあります。地方議員定数をめぐっては、国が全国の自治体に94年、97年の2度にわたって出した地方行革指針で、地方議会について自主的に組織運営の合理化案を等を進めることを求め、事実上、定数削減の圧力をかけてきました。地方議会は住民に最も身近な議会として、住民の声を自治体に反映する住民の代表機関であります。また、税金の無駄遣いが行われていないか監視する重要な役割があります。この2つの役割を果たすためには、議員の数は多い方が地方自治法が定める上限いっぱいの議員を置くべきであるという憲法学者がたくさんいます。地方行政の減量化、効率化という観点のみから地方議会の定数削減を取り上げたことには問題があります。
地方議会は憲法上地方自治を保障された統治団体としての自治体の立法機関であって、国の国会に準ずる性格を持つものであり、単なる地方行政の機関ではありません。全国の多くの自治体が中央政府の指導に従い、定数削減を実施していることは、地方自治の理念と正反対であり、地方自治の形骸化に自ら手を貸すようなものです。地方議会に対する不信が住民から指摘をされておりますが、一般論として申し上げれば、議会が一般住民の感覚意識と非常にかけ離れた世界である。議会審議の低調、執行部との慣れ合い、チェック監視機能の希薄など、議会と議員の私たちの努力が足りないことを指摘されているのではないでしょうか。議員定数の削減は地方自治と地方議会にとっての自殺行為です。自分たちの地域、自治体は自分たちで守り発展させたいという住民の願いが広がっています。こうした住民の自身による町づくりを進めていく上で、議会の役割を十分に発揮できるようにしていくことが求められています。そのためにも議員は多数が必要です。議員定数を削減するのではなく、議員が地域住民と一体となって町づくりを推進していくことを訴えて、議員定数の削減に反対をします。次に原案に賛成の方の発言を許します。ご発言ありませんか。12番井上仁議員。ただいま議題となっております辰野市議会議員の定数条例の一部を改正する条例制定について賛成の立場から発言をさせていただきます。ご存知のように、ただいま小寺昭雄議員の方から提案理由の中で説明があったとおりでございますし、また反対討論の堀議員さんのおっしゃることももっともなことではございますが、これに至るまでに、ルル、議員協議会の中、また議会改革委員の中で、議論されましてですね、体制は現状維持がいいではないかというのであったというふうに、私は認識をいたしております。ただですね、これは何人がいいかということは、議論の余地はないわけでして、今堀さんが言われましたように、果たして世論は今の現状でいいっていうことであろうかという議論が大勢を占めたように思っております。やっぱり議員は人数も多い、現状維持っていうのが多かったようですが、ルル皆さんの、市民の皆さんの意見を聞いた中で、やっぱり世論は現やでという話になりまして、22人にまとまったというふうに、思っております。従いまして、私もその案には賛成したわけです。ただですね、私はもう今期で自分が議会を辞めていこうというふうに、決めておりますんで、この現っていうことについて賛成討論をするっていうのは非常に忍びがたいんです。後の人に、2人現、わしは辞めていくんやからどうでもええっていうようなことで賛成をさせていただいたんじゃないっていうことをご理解願いたいと思うんです。実は総司会の中では議会改革委員長を務めております松下議員がおりまして、今度副議長になって小寺さんと交代したいようなことで、今現在副議長におりますんで、賛成討論井上お前せえと言われましたんで、あえて賛成討論に
立ったわけでございますんで、心中もご理解いただきまして、非常に難しい問題ではございますけど、2元、もっと小寺委員長の中で言われたように16に旋回という意見もあったですが、これはですね、やっぱりまあ、いろんなことがあって、へすっていうんが言い訳ではない。まあ、アメリカのようにですね、夜間に議会を開いて、まあ、報酬もそんなに、出ずしてですね、やるっていう方法もいろいろあるんですけど、今の現在の日本の地方自治法の中ではですね、近隣市長、また辰野市の状況を考えたときには、24からもっと20ぐらいがいいっていう意見もあろうかと思いますけど、一挙にそういうことをしますとですね、議会は、委員会構成、各委員に委員会に所属しなければならないっていう掟もございますんで、28から24にしたときにですね、1委員会を減しておりますんで、この22にしてもですね、委員会構成は非常に難しい局面を迎えておりますんで、これが限界はないかと思いますんで、議員各位にご賛同賜りますよう賛成討論といたします。次に原案に反対の方の発言を許します。ご発言ありませんか。1番楠木昭弘議員。失礼いたします。議員提出第2号について反対の立場から討論を行います。議員定数を22人に減らすということは、人口密度の低い地域から出馬した場合、当選しにくくなり、その地域の声が届かなくなる恐れがあると考えます。また、削減が実行されますと、当然、議員の活動範囲も広く、議員の責任も重くなることから、議員活動に専念し、地域の声を吸い上げ、一歩先行く議会にするためには専業議員になり、議会優先で活動しなければ地域の声を反映することができなくなるのではないかと考えます。伴わせて議員数の削減が議員活動の範囲が広くなることによって、議員の必要経費も増えることにつながるとも考えられ、議員定数を削減するのであれば議員報酬等をいくらかでも引き上げることも必要ではないかと考えます。また地域の声を市政に反映するためには、兼業議員では地域の問題を相談したりお願いしても即実行することができず、地域の方もお願いしにくくなることが考えられ、地域の声を反映できるようにしていこうというのであれば、安易に議員定数を削減することは将来に大きな禍根を残すことになると考え、議員提出第2号に対しては反対といたします。他にご発言ありませんか。ご発言がないので、討論を終結して直ちに表決に入ります。お分かりいたします。この採決は、起立により行います。上程中の議員提出第2号は、原案のとおり、可決することに賛成の方の起立を求めます。起立多数であります。よって、議員提出第2号は原案のとおり可決されました。次は日程第2委員会の閉会中の継続審査等についてお議題といたします。お手元に配布いたしております申し出書のとおり、議会運営委員長および各常任委員長から委員会条例第40条の規定により、閉会中の継続審査及び
調査の申し出がありました。お分かりいたします。議会運営委員長及び各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議会運営委員長及び各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることに決しました。以上で今期定例会に付議されました議案は、平成24年度各会計決算認定を除き、すべて議了いたしました。これをもって、平成25年第4回辰野市議会定例会を閉会いたします。閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。今期定例会は、去る9月5日に、招集されましてから本日までの21日間の会期で開催され、議員閣議には条例制定、条例改正及び各補正予算等の重要案件を終始熱心かつ慎重にご審議賜り、それぞれ適切だとなるご決定を賜りました。また議事運営につきましても、格別のご協力によりまして、ここに閉会の運びとなりましたことを心より厚く御礼申し上げます。なお今期定例会で設置されました決算特別委員会の委員閣議には、定例会に引き続き平成24年度各会計決算認定について閉会中の継続審査を賜ることになっておりますので、よろしくお願い申し上げます。また理事者におかれましては、今期定例会において委員会審査の中から、中や議員から出されました意見要望等を尊重され、今後の市政運営に十分反映されますよう切望するものであります。さて西田市長におかれましては、今期限りで辰野市長をご勇退されます。帰りますと、去る平成5年4月に旧辰野市教育長、平成6年11月には旧辰野市条約の要職に就かれ、そして平成10年10月には旧辰野市長にご就任されてから今日まで、4期15年間の長きにわたり、行政運営の最高責任者として日夜寝食を忘れて本市市政の発展のため陣頭指揮を取り続けてまいられました。またその間、本市教育行政をはじめ、自然と文化と産業が調和する人間中心都市に向けてご尽力され、平成17年10月の一市三町による合併後の新辰野市では、自然と歴史と先端科学技術が調和し、一人一人が輝く街を目指して、卓越した手腕と豊富な執権情熱をもって市政を展開され、西播磨のみならず兵庫県、日本の地方自治の進展に力を注ぎ、中枢都市である今日の辰野市を築いてこられましたことは、議員全員の認めるところであり、これら多くのご功績に対しまして、議会を代表して心から尊敬と感謝の意を表するものであります。西田市長におかれましては、任期満了までご精霊願うとともに、ご勇退後もどうかご健康にご留意いただき、市政発展のため市議会に対しまして、引き続きご指導ご鞭撻賜りますよう、よろしくお願い申し上げる次第でございます。また理事者の皆様には、今後とも辰野市発展のため、西田市長が長年にわたり築いてこられた町づくりに対する熱い思いを大きな資産として継承していただきますことを熱望する次第であります。終わりに臨み、日増しに秋の深まりを感じる好季節を迎え、実りの秋、文化スポーツの秋となり、多くの行事も予定されております。議員閣議におかれましては、季節柄ご自愛いただき、市政発展のため
なお一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。市長、平成25年第4回立野市議会定例会が閉会されるにあたり、一言お礼のご挨拶を申し上げます。今期定例会は去る5月5日に開会されましてから本日までの21日間にわたり、議員の皆様におかれましては本会議常任委員会等を通しまして、終始慎重なご審議を賜り、提案いたしました26件の案件のうち、閉会中の継続審議に付されました平成24年度各会計決算認定15件を除きまして、すべての案件について原案のとおり可決いただきましたことに対しまして、心から厚くお礼申し上げます。また会期中にお寄せいただきました貴重なご意見につきましては、今後の市政運営に十分配慮し検討してまいる所存でございます。なお決算特別委員会の委員の皆様におかれましては、引き続き閉会中のご審議をお願いすることとなりますが、何卒よろしくお願い申し上げます。さて、私事で誠に恐縮ではございますが、この5月の立野市議会定例会が私の最後の議会となりました。先ほど議長さんのご挨拶にもありましたように、帰りますと平成5年4月に旧立野市教育長、翌年11月に自役、さらに平成10年10月に旧立野市長に就任いたしました。さらに平成17年11月には立野市、新吾町、揖保川町、三津町の合併により誕生いたしました立野市の初代市長に就任させていただき、以来8年間にわたり市民の皆様をはじめ議員の皆様の温かいご支援ご協力を賜りながら、地方分権時代にふさわしい真の地方自治がどうあるべきかという大きな命題のもと、市民による市民のためのまちづくりに全力投球で取り組んでまいったところでございます。その中でこれからのまちづくりには、未来を担う若者が自分たちの町を創造しようとする意思を持ち、積極的にまちづくりに参画することが何より重要であると感じております。その意味では特に本年度のまちづくりの集いにおきまして、市内の多くの小学生や中学生が集いに参加され、子どもたちから今後の立野市まちづくりに対する熱い思いが聞けたことは、私が目指します市民が町を変え、市民が町をつくるという自立のまちづくりに対する市民の意識改革が子どもから大人まで着実に浸透していることを強く実感いたしたところでございます。なお、私の市政に対する総括等につきましては、21番、角田勝議員、20番、三木浩一議員、17番、松井茂樹議員の一般質問にお答えいたしましたとおりでありますので、割愛させていただきますが、真の市民の自立や職員の意識改革など、いまだ道半ばの取り組みもございますし、空き家対策など、現在研究、検討中の課題も残っております。それらの課題解決に向けて、議員の皆様をはじめ、市民、職員の英知を結集すれば、必ず道は開けるものと確信しているところでございます。一方、辰野市を取り巻く環境は
たび重なる政権交代により国の施策が流動的でありまして、新たな施策を検討する上でその推移を十分把握する必要がございます。また平成28年度からは本市の地方交付税が算定外によりまして5か年かけて段階的に縮減され、辰野市の財政状況は厳しくなることが想定されるところでございます。その難局を打開するためにはこれから誕生します新市長のもと、市民と行政が一丸となって知恵を出し合い、汗をかきながらこの難局を乗り越えていかなければなりません。私もその動向につきまして期待を持って注視してまいるところでございます。終わりに臨み、議員のお皆様におかれましては、これまで都合45回にわたる市議会定例会並びに臨時会を開催し、1000トンで29件の議案を提案させていただきましたが、その全議案につきましてご承認をいただきましたことに対しまして重ねてお礼を申し上げますとともに、今後とも健康には十分ご留意いただき、辰野市発展のため市政全般にわたりなお一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げまして、お礼のご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。